っとおっと。モデルの写真1枚死んじゃうから。オッケー。うまいこと生きてる人が。ネロジンチャンネル。道をダッシュしてあいつはほんまにすごいなってどうせ自分なんてが口癖で真似なんてできないって諦めてそれでええ真似なんてせんでもええそれは自分の夢ちゃうやんけ君がマジでちょっとなじゃあ俺がなんか歌うからコラボする手舞台目こすりながらもう何べんもうるさいなほな、行こけ。おはよう。おはようございます。どうも、ラジオよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は広島に今から向かいます。はい。昨日ライブ最高やったな。でも残りもう10都道府県ですよ。ついに。ついに。次、広島やったら一桁台。こっからちょっと気抜かんと。そういう時一番気緩んじゃうんでね。駆け抜けるで。めっちゃ高い。イェーイ。広島駅。お、ちょっと待って、ほら来た広島駅着いちゃったよ着いちゃいましたねいやーやっと着いたよ、はい、オーストラリアということで、はい、ナオチ長旅ほんまありがとうございました、はい、これがこう動画となって届く頃には日本一周終わってるかもしれないけどこの日本一周のこの動画を通して自分もなんかやってみようかなって思ってもらえたら嬉しいですこんなにもう自分が一歩踏み出したらこんな素敵な人に出会えるんで皆さんもどんどん挑戦していきましょうということでナオチ気をつけて帰ってくださいどうもです数日間ありがとうございましたこちらこそありがとうございましたまたこれからもよろしくお願いしますいやー寂しいそれでは広島県せーのほな行こけ行けるかああ行ってもうたな行ってもらいましたね寂しいな寂しいですねずーっと3人でいたんでねでも車で移動できるってさめっちゃ楽やなめっちゃ楽ですほんまに助かるなちょっとじゃあ今から下見行くか下見行きますかうんなんすかなんすかって2回聞いてくるやつ大体アホはいまずナオチンでーす僕やこれずっと会いたかった人がおんねん4年前になジョーが突撃で取材してたんやけど広島太郎さんっていうホームレスの方が来んねんなその人は自分でそういう道を選んで言ったらもう俺らと同じやんそれでこう人生が結構もう激変してると思うねんなで俺たちもそうやん今現在どうなってるのか広島太郎さんにお話を聞きに行きたいと思いますそれではお願いごきゃジョーブロック太郎さんはいこんにちは。こんにちは。はじめまして、はい。シンガーソングライターのメロシンと申しまして、4年前にジョーブルームの2017年の1月14日じゃん。日付まで覚えてはる。この時にジョーが来たんだ。やっと会いました。座っていいですか。僕たちも今ホームレスなんですよ。で家がないんですけど、日本一周をしてまして、それで広島太郎さんにいろいろアドバイスとかいろいろいただきたいなっていうので、ホームレス歴何年？結構途絶えてるんですけど、もう2、3年ぐらい。2、3年と。ちっちゃい時から家で借金地獄で車で生活したりとか、児童施設に入ってそこから社会に出たんですけど、全然まあ馴染めず。路上で歌ってチップで生活してます。大したもんじゃない。これは時計はなんでこんなたくさん持ってるの？時計ジャンジャンコータ本田圭佑レベル100伸びしろですね。やっぱりあんた男前じゃけん。いやありがとうございます。僕の顔はこんな感じです。男前じゃん。タレントで行くんじゃない。いやタレントではない。分かっとるわ。分かっとるのかなんか好きな歌とかあります持ってきてくれた。 OK です。ジャンコ持ってきてそんなね、太郎さんにね、好きな歌ってあります？ゾン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 あ、気を閉めたのかい。いつまでも君と僕と振り返るそんな気がする恋の夜サンゴ礁か踊ろうか一緒に今じゃあ選ぶよ僕とナイト二人に
あたり。太郎を暮らすなれ。太郎さん、僕のオリジナル聞いてもらっていい？ストーリーっていう曲聞いてください。イエー。あー、うまいこと生きてる人が死ぬほど羨ましくて、できるなら、もしもできるなら、その人になりたかった。努力の方向なんてずっとわからんわ。これがいい。がむしゃらに頑張ってれば誰かきっと見つけてくれる。ずっと信じてただ待ってた。でももう待つのは嫌なんだ。一歩踏み出せば君と出会えた。だから今さ生きてこうと思えた。本当の出会いもそうなってほしいよ。大切なこの歌を裏の通り。歌良かったですか？僕の歌あんたいい声でしょ。やったー、太郎さんに。じゃあ、ファンクラブスペシャル企画大発表。会員数777名突破でベストアルバムをファンクラブ限定で発売。メノシーンの楽曲すべてをスペシャルバージョンでお届け。毎日記事投稿や限定動画を毎月配信、飲み会や旅行なども行っていますので、ぜひファンクラブを覗いてみてください。ほらごけモデルの写真1枚1000円だから。あ、じゃあ太郎さん4000円お渡しで大丈夫ですか？4000円お渡しで大丈夫ですか？僕らのご飯食う金なくなるやん。そうやな。この後路上ライブして稼ぎます。現役の仕事じゃん。そうですよね。この女性の方よろしくお願いします。買ってきたね。日本も買ったんすか？うん。明日の僕らのご飯どうするんすか？日向食べて、俺はもう食べて、僕の分半分としましょうか。うん、話聞かせてくれたから。そうですね。買ってきたね。ビール日本買ってきた。あの、唐揚げちゃん、あったかいビール食べて。広島にまた来たら会いに来るからね。もうまたおいで。うん、ありがとう。お元気で。バナナ。なあ、最高やな。いや嬉しいわ。人生でこう出会える人数って決まってるからさ、できるだけ俺は多くの人に会いたいな。これ見てくれてる人も会いに来てや。むちゃくちゃええ人やったな。めちゃええ人やしね。いや俺な、次の撮影がなかったらまた喋っときたかった。なんかもっといろんなこと聞きたいって思ったな。俺やっぱ西成とかでもさ、俺ら行っててさ思うけど、やっぱ人って何かを物を得ちゃうと失うのが怖くなんねんけど、俺たちも今そうやんか。もう全然失うものあって、でそれでも日本一周ができててさ、いろんな人たちに助けてもらって俺たちの夢がさ叶ってるわ。これはいろんな人の話聞いて自分の人生に取り込んでいきたいと思ってるし、見てくれてるみんなは俺の生き方とかこういう話を聞いて自分の人生に何か役立ててほしいなと思います。僕はこれからも挑戦して日本一周、あと10都道府県達成させて、ナンバー8も絶対成功させて日本武道館につなげようと思ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。言い訳をするのをやめて僕は決断をしました。そしたらこんなにたくさんの人が、ありがとう。一歩踏み出せば世界が変わる。誰かを救うなんてできないけど、僕がずっと夢を追い続ければ君と繋がる。
違ってなかったのか。本当にありがとうございます。人と比べて落ち込んでた。